100K は、かつて、日本国有鉄道及び本系列を証券した、東海旅客鉄道、西日本旅客鉄道が、設計製造した東海道、山陽新幹線の第二世代営業用新幹線、電車である。東海道、山陽新幹線の本格的、モデルチェンジ車として、1985年から1992年までに16両編成66本の、 計1056両が製造投入された近畿日本鉄道や欧米各地の鉄道で導入されていた2階建て車両を国鉄車両及び新幹線電車で初めて組み込み座席数の増加やサービスの向上など新幹線の宣伝やイメージアップにつながった内装や技術面でこれ以降生産される 新幹線車両に搭載されることとなった設備、技術も数多い。国鉄時代末期から JR 発足にかけての東海道、山陽新幹線における主力車種として活躍したが、後継車両の登場により2003年9月16日に東海道新幹線から2012年3月16日に山陽新幹線での運用から撤退した。 1970年代になると、1964年の東海道新幹線開業時から運用されていた例、軽車両の中には、軽面劣化が生じ始めた。その原因は、安全、快適な高速走行のための技術的特徴が盛り込まれた車両を、高速かつ高頻度によって運行する新幹線の運行形態そのものにあった。 霊系車両では快適性のために機密構造を採用したが列車同士のすれ違いやトンネルの出入りで生じる圧力の繰り返しによって金属疲労のために車体の機密性が保てなくなった。霊系車両が初めて設計された営業用の新幹線車両であることや新幹線自体が高速列車を長期間運用した最初の事例でもあったことから予期しがたいものであった。 この状況に合わせ、国鉄は0系の廃車基準を製造後13年と設定し、古い0系車両は新造した0系車両によって置き換えられた。この時点で新形式の投入が行われなかったのには、国鉄の経営状況悪化や労使問題などが影響した。それに加え、当時0系は車両の経年数が揃っていない編成が運用されており、 既存の車両と混成、編成外を行う場面における互換性に対して配慮された。このような経年数の不揃いな編成が生じたのは、開業以来0系の増備が続いたという導入初期特有の事情もあった。新幹線車両に起こりうる事象が0系の運用経験からある程度把握できるようになってきた一方で、0系の基本となるデザイン、 内装は1964年の登場当初のままであったため何度かマイナーチェンジを経たとはいえ陳腐化の印象は否めなくなった。こうした背景に加え新幹線博多開業の際に編成単位で大量増備された車両の取り替え準備車両が必要となることも契機となりモデルチェンジの機運が高まった。そこで0系の設計を改めた。 モデルチェンジ社の検討が1980年頃から始まった。その後、1984年5月14日に国鉄上向会において、後に X0 編成となる新幹線試作車の製作を決定した。デザインについては、前述のように 0K のイメージが陳腐化し、後発の欧州の高速鉄道である TGV などに比べても見劣りしたため、 新たな造形が模索された。それにあたって、国鉄車両設計事務所内に、車両デザイン専門委員会が設けられ、そのメンバーには、手先正道、松本哲夫、木村和夫が参画した。デザイン提案は、各車両メーカーが行い、それを車両デザイン専門委員会が検討して、採用する形が取られた。前述したように、100K は老朽化した 0K の置き換えを、 目的としている。編成定員、車両の製造費は 0K と同等のものとし、地上設備の改良を最小限に抑えつつ、到達時間の短縮を行うことを念頭に置いている。また、国鉄改革の象徴を意識して開発されており、開発目標としては、お客様第一、乗務員は、荷物次が掲げられていた。 シャープなフロントマスク仙台であるケ系との違いは、シャークノーズと呼ばれたそのフロントマスクと2階建て車両の存在である。フロントマスクは、騒音と空気抵抗の低減を図るために、鋭角にした前頭部から徐々に断面積を大きくしていく流線型とし、標識灯内のライト配置をケ系の縦2灯から横2灯に変更して、横に細長い形に変えた。 このデザインは近畿車両が提案したものが採用された。全部標識灯の際はそのまま点灯し、後部標識灯の際には赤色のフィルターが自動的に装着されて赤く点灯しているように見える。運転台の窓と車体の段差は極力小さくなり、0系では開閉可能であった側窓も固定化することで極力平滑化された。これにより走行抵抗を0系へ。 非70%に軽減することができた。なお、試作車は、全小刀に角度がついているため釣り目形状であったが、両三者は角度が小さくなっている。これらの形状から、シャークノーズと呼ばれる。全小刀の間にある中央の丸い部分は、非常用の連結器が収納されている。足元はスカートで覆われ、その内部には、 何エものアルミ板タを重ねた排焼機がある。また、空調装置の室外機は200系と同様に、天井車端に一括配置された。材質は0系と同じく1.6ミ、mm、リメートル厚の対抗成功を主体に、屋根部分はコルゲートステンレス鋼を使用した一体構造となっている。構え体重量は0系より0.2トン軽い10.3トンである。 塗装オリジナルの塗装は、車体は 0K よりも明るい白3号を G 色に、窓周りが青20号の塗り分けである。また、ブルー塗装の元にはピンストライプが追加されている。0K から G 色を変更した理由は、100K が国鉄改革の象徴であり、0K に使われたクリーム10号よりも白3号の方が汚れが目立つので、車両を きちんと清掃するとの意識を職員に植え付けるためだった。JR 西日本所属の KP 編成の塗装の変更については KP 編成を参照。NS マーク国鉄時代には入信幹線の愛称を与えられ、2階建て車両の車体にこれを衣装した赤色のマークが表記されていた。X1 編成のみ海側は青帯と同じ大きさで、 山側がそれよりも大きく描かれていた。比較検討の結果、量産者では、X1 編成の山側と同じく若干青帯より、大きい方が採用された。1987年の国鉄分割民営化後は、代わりに JR マークが重布された。なお、JR 東海所属者については、16両。 G 編成は、落成時から1.81516号車の車両番号横に JR 東海のコーポレートカラーであるオレンジ色あたしの小さな JR マークが貼り付けられ、分割ミニエ化前に落成していた X 編成は同様に貼り替えられた。JR 西日本所属車は X 編成と同様に1.15号車のトイレ区画8号車の NS マークが表記されていた。 箇所に JR マークが重複されていたが、幾分小さくなっている。編成番号は、運転台下端、先頭車乗務員扉、乗務員扉下部のスカート部分に記されるが、JR 東海所有分は、1999年から運転台上端に編成番号を記載するように変更された。 客室窓9000番台、X1 編成の未例計1000番台と同じく小窓だったが、その後量産された編成は、零計0番台と同じく2列に1つの窓である、大窓となっている。大窓の採用理由は、破損すると交換が面倒であるものの、眺望が良くなる方を優先したためである。窓の大きさは、 普通車が 1660mm610mm、mm、グリーン車が 1870mm610mm、mm、で、グリーン車の窓は 0K0 番台のそれと同じ大きさである。窓ガラスの板厚と構成を見直し、強度をアップさせている。200K と同じく LED ランプが横に向かって点灯する。 バーグラフ式の主速度計とドットマトリックス表示のキャラクタディスプレイによるモニタ支援装置を装備している。補助速度計は 200K では右奥に配置されていたのが、本系列では主速度計と一体化して正面に配置され、LED ランプによるデジタル表示に変更されている。モニタ支援装置は故障表示や必要な各種情報を表示するとともに、 機器の遠隔解放ができるだけでなく、パンタグラフや空調設備の作動状況、走行情報などが逐一、運転台から監視、制御できるようになっており、ディスプレイ自体は、カラー CRT ディスプレイへと進化している。その他にも、点検作業効率化の観点から、機器の配置見直しなども行われ、保守の省力化を図っている。また、例形に存在した、 乗務員用の個室がなくなった代わりとして、運転台に折りたたみ式の座席を設けている。これは、工述する普通車用の回転、リクライニングシートを、0系2 0 0 0番台より前後を広げた上で、1編成あたりの普通席を、従来の0系と、同数配置するべく、客室スペースを増やすために行われた、設計の一つである。旧国鉄の車両設計事務所で、 100K の車体、偽装の設計を担当した池田健一郎によれば、池田が飛行機のコックピットに同乗させてもらった際、同種の席を見つけたことからヒントを得ている。東北上越新幹線向けとして開発されていた 200K の機構をベースにコストパフォーマンス面から改良を進めた構造となっている。主に制御機器、主電動機の軽量化。 高性能化により、0系の16両前電動車方式から16両中4両が、不随車となった。モーターの高出力化により、電動車を4両減らしても0系とほぼ同等の出力を得ることができる。電源、制御機器サイリスタ移送制御の回路と動作。サイリスタに、リッチ T1 から T4 まで順に、移送制御し、電圧を連続制御する。 零 k と同じく MM ユニットを採用し、M 車には、主制御機と抵抗機が、M 車には、主変圧機、整流装置、補助電源装置、電動空気圧縮機、終電装置が搭載される。床下の平滑化による騒音の低減と、着雪障害の防止のため、床下機器の横幅が 2400mm に揃えられた上で、 機器類の隙間を塞ぐ、機器間塞ぎ板方式を採用しており、走行中の走行風による騒音を低減させている。主制御器は、電動化無軸方式の c s 5 6を採用する。車両の前進離行、後進離行、前進ブレーキ、後進ブレーキの切り替え、搭載する抵抗器を用いて、発電ブレーキ回路を構成し、 発電ブレーキをかけることを主な機能としており、それを行うための転換カム軸と抵抗カム軸を搭載している。ブレーキ抵抗制御の段数は22段であり、カム接触機の数を減らすため、逆転、立行、ブレーキ切り替え用のカム接触機の一部に、相当カム SR38 を採用している。重量は 940kg である。 立行制御は 0K の低圧タップ制御に変えて、河川からの交流 25KV を主変圧器の二次巻き線を分割し、それぞれにサイリスタとダイオードで構成されるブリッジを取り付けて、分割構成としたサイリスタダイオード混合ブリッジとし、それにより整流、制御された直流電源で主電動機を駆動するサイリスタ体操制御が採用されている。 これは 200K とほぼ同等の制御方式である。主シリコン制御整流装置は、さらなる軽量化とコスト削減を図った RS203 を搭載する。素子の耐圧を 200K の 2500V から 4000V まで上昇させ、二次巻き線の分割を 200K では、不等6分割だったのが 100K では、等4分割にして、 ブリッジの数を減らし、素子数の削減と軽量化とコスト削減を図っている。また、整流ユニットを車側からも取り出せるように工夫されており、整備性の向上が図られている。主編厚木は、外鉄系強制風冷式の TM203 を採用する。定格容量は2500クバの容量を備えるが、2次巻線側の利用率を緩和にし、1時、 巻線容量は二次薪線と三次薪線の容量はよりも小さくなっており、鉄芯の時速密度を4%増加させている。シリコーン油とポリアミド絶縁物を主体とする特別栄種絶縁の採用、付属品の改良を行うことで、TM201A と比べて容量で152%の増加を達成しつつ、総重量は76%に削減されている。 補助電源装置には静止系インバータ SC202 が採用され、電動発電機と比べてカーボンブラシの交換などの検査の省力化を図っている。補助変圧器、低電圧装置、清流装置で構成されており、主変圧器の三字巻線を電源とする。供給する電源としては、温水器などで使用される。 低圧交流電源交流 100V、冷水器や、汚物処理装置などで使用される、低圧安定化交流電源交流 100V、セクション通過時の停電を防ぐために使用される、無停電交流安定化電源交流 100V、制御、ブレーキ電源、蛍光灯などで使用されている、直流 100V の4種類がある。加えて、東京方戦闘車ボンネット内に、 インバータ SC18 を備え、直流 100V を、交流 100V60Hz に変換する。停電時には、一部交流機器に、電源供給を行う。電動空気圧縮機は、MHz 1091TC2000 を搭載する。圧縮機部 TC2000 は、水平対向4気筒を有する往復単動2段式で1分間。 定格出力 2063L であり、全平時例式である、カゴ形炭素誘導電動機メガヘルツ1091は、主変圧器の三次巻線である、炭素交流 440V 6 0ルツで、駆動される。例計16両編成では 1000L 級を8機、搭載していたが、騒音源の減少とコスト削減を進めるために1機、あたり吐き出し量を倍増させ、 編成中の搭載台数を半減させた。空気圧縮機の大容量化を進めることは、騒音増大につながるが、騒音対策を施すことで低騒音化を達成している。機器冷却用の電動送風機は、主変圧機の三次巻き線を電源とした、主整流装置用、ヘルツ 1092FK156 と、 主変圧義用メガヘルツ 1093FK157 を搭載する。0系では、主整流装置、主変圧器共用で1台の電動送風機が搭載されていたが、個別に設計した電動送風機を使用することで、小型軽量化を図った。主電動機、主電動機は直流直巻式の MT202 を、電動車両1両あたり4機搭載している。 0K に比べて編成中の電動車数が減少すること、起動時の引っ張り力を増大させて加速性能を向上させたことから、0K に比べて高出力となった。端子電圧は 625V、定格回転数は 2900RPM に増強され、重量は 825kg である。構造的特徴として、他力通風方式の採用で、 鉄身長を増加させて、出力向上を図り、H 種絶縁の採用や冷却用配布多いの、簡素化で軽量化が図られるとともに、長尺ブラシを使用して、ブラシ摩耗台を長くし、軸受け構造に、第二グリース室を設けて、潤滑寿命を長くして、無保守走行距離の延長を図っている点は、MT201 と同じである。台車。 WDT202 電動車台車は DT202、付随車台車は TR7000 と呼称され、0K の DT200 と同じく伊豆式軸箱支持装置、枕羽根を採用している。コスト削減のため DT202 と TR7000 の台車枠は共通のものが用いられ、車輪系は 910mm、輪距は 2500mm。 重量は 9800kg9225kg となっている。時速 230km 時速 260km での乗り心地向上を目指し、DT200 と比較して、左右の振動の減衰に関係してくる空気バネの横合成は1.33倍、左右動ダンパー減衰係数も1.5倍となっている。また、踏み面形状を1。 4 5勾配からエンコフミズラに変更し、軸箱の強度も DT200 の2倍とすることで、フランジの摩耗を防いでいる。ブレーキシステムとしては 200K と同様、制御応答性に優れる発電ブレーキ併用電気、指令式空気ブレーキ方式を採用する。高速域からの減速は、抵抗器を使用したバーニアチョッパ制御による発電ブレーキを用い、 制動力が不足する場合には空気ブレーキによる補足が入る。速度が時速 25km 以下になると発電ブレーキから空気ブレーキに完全に切り替えられる。新幹線で初めて設定された付随車のブレーキには渦電流ブレーキを各車軸あたり2台設置する。コイルの0時電流は隣接する M 車から供給されている。 以降製造された東海道、山陽新幹線の新幹線車両のうち3 0 0系と7 0 0系の付随車に採用された。終電装置 PS202 型パンタグラフと特高圧引き通し線終電装置は0系から、引き続き下枠交差型パンタグラフが採用された。PS202 と呼称される。基本構造は PS200A と同一であるが、 PS201 と同様に、終電船を三元形バネ機構を採用して、可動式となった微動スリータを採用したことにより、河川追従性が向上し、0系に比べて、離線率が20%減少された。また、パンタグラフ半減に対応し、走行時に立ち上がることを防ぐために鍵装着部を20ロックとしている。当初は、 各電動車ユニットごと16両編成で6機のパンタグラフを使用していたが1991年3月の東海道新幹線の AT 起電化により3機に半減された。これは天井に這わせた高圧ケーブルによる特高圧引き投資を実施しパンタグラフのないユニットへの主電動機への電力供給も可能になったためこの方法は以降申請される。 新幹線全車両に採用されている。列車無線装置はバージョンアップされた。本系列では 0K で使用していた VHF による方式に代わって線路のそばに付設された漏洩同軸ケーブルに流れた情報を先頭車の足元に設置されたアンテナが受信して通信をやり取りする方式を採用。東海道区間では JR かごの1989年3月から、山陽区間では2000年3月から岡山まで、2004年3月から、全線で、本格運用を始めた。回線数が増えたことから、車内公衆電話は2両に1カ所設置することが、可能となった。また、それまでの車内電話は、列車内発信時にはオペレーターを通し、沿線の都市のみが、通話可能エリアであったが、 これにより、日本全国へのダイヤル通話ができるようになった。平屋車両の場合、グリーン車は、博多放射端の1カ所に、普通車は、各車両端の2カ所に、客用扉、デッキを設けた。なお食堂車として製造された168型には、車端に、デッキがあり、客用扉と同様の扉を持つが、業務用扉であり、乗客の乗降には供されない。また、 グリーンカフェテリア号作り車として製造された148型には、東京方のデッキに、客用扉と同様の扉を持つが、業務用扉であり、乗客の乗降には供されない。便所は2両に1箇所に設置されており、大便所2箇所と小便所1箇所、洗面所2箇所という構成である。空調機器は冷系同様のヒートポンプ式である。 集約分散式の au83 を1両あたりに寄討サイトし 0K ではやや不足気味であった暖房能力の強化を図った内装内装については長時間ゆったりと乗ってもらうため前述したお客様第一乗務員は二の次以外にもアットホームな車内の雰囲気が重視されているこれは 100K の車体 偽装設計担当の池田健一郎の意向である。開発当時の鉄道車両の車内は、無機質な樹脂製の壁や、金属製のつなぎ目、ネジなどが目立つものであったが、自宅の部屋は、木材や布など柔らかい素材に囲まれていることに気づき、このことを内装設計に反映させている。壁などは、内装の工事が容易に行えるように、布ベースのフィルムシートが貼られ、 金属色を見せないようにネジが隠されている。フィルムシートには、騒音吸収効果もあったが、布ベースのシートだったためコーヒーなどをこぼされると、交換が面倒という難点もあり、新幹線での採用例は100系のみとなった。普通車の内装は、奇数号車がブルー系、多摩数号車がブラウン系の配色となり、シートモケットやカーテンなどのデザインが異なっている。 平屋車両の場合、室内高さは 2100mm で、0系よりも 10mm 大きくなった。普通車には直接照明が採用されているが、グリーン車と食堂車には、新幹線車両として、初めて間接照明が採用された。また、グリーン車では、荷棚の下に読書灯が、各席ごとに設置された。0系2 0 0 0番台に引き続き、 車内の窓周辺部が FRP ユニットとなっており、倉庫のカマチが復活している。座席普通車普通車は通路を挟んで3列プラスに、列に座席を配置しているが、前後間隔を 0K2000 番台の 980mm から 1040mm に広げ、リクライニング角度を 0K の17から22度から6から31度まで拡大。また、 リクライニング機構の変更し、背面のテーブルを座席下部から棒で支えるタイプに変更、座席の土台の厚みを薄くすることによって、三人席においても回転、リクライニングを可能とした。シートピッチを拡大して回転、リクライニング可能な三人席を導入した結果、0系よりも1車両あたり5人分の普通席が足りなくなったが、 乗務員用個室の削減及び運転台の折りたたみ、座席の設置、その他様々な機器を小型化することで、0系と同等の座席数を確保した。1 0 0系で採用された、普通席のシートピッチ 1040mm は、その後の東海道、山陽新幹線の標準となった。内装に合わせて、奇数号車の座席は、ブルー系、多摩数号車の座席は、 ブラウン系にまとめられている。肘掛け先端には、リクライニング用のレバーと灰皿が設置されている。グリーン車1 0 0のグリーン車の車内グリーン車は通路を挟んで2列プラス2列に配置している。開放式座席がほとんどであるが、XG 編成9号車には、個室も設置された。座席間の肘掛け部分にオーディオサービス用機器が埋め込まれ、喫煙車の座席には、 観測の肘掛けに灰皿が設置されている。肘掛け内部にはインアームテーブルが備えられ取り出して使用できる。初期の座席には座席背面のテーブルが設置されていない。車内サービスミュージックサービスと NHK ラジオ第1放送の送信を始めた。普通車では手持ちの FM ラジオでグリーン車内では備え付けのイヤホンで聴くことができる。このサービスは 以降申請される東海道、山陽新幹線の16両編成の全車両に装備されている。LED 式の電光掲示板が装備された。電光掲示板の上部には、デジタル式の時計、右側に次の停車駅までの距離を、セブンセグメントで表示する装置が配され、通常走行時は、LCX から送信されたニュースを表示した。X 編成では、 当初速度表示もなされていたが後に取りやめとなっている。G32G50 編成では電光掲示板の文字を大きくし、時計と距離表示は省略された。後舎の電光掲示板は3 0 0系で同じタイプのものが搭載され、以降のすべての新幹線車両に標準搭載されている。この電光掲示板は一部が0系に転用された。 1 0 0系 x 1編成の2両の2階建て車両8号車168-9001と9号車149-9001東海道新幹線の利用客は1976年をピークに減少傾向をたどり列車の削減が行われたそのような経緯から1 0 0系車両では客室を中心としたモデルチェンジが施行された そしてより明るく快適な新幹線として、話題性を高め、イメージアップを図るべく、新幹線として、初めて2階建て車両が組み込まれた。またコスト削減の観点から、例系の全電動車構成を改め付随車を導入することになった、影響の副産物という側面もある。基本的に会場は、車窓が良いことや、乗客の通り抜けがないことから、 グリーン席や食堂、開花は普通車指定席、カフェテリアもしくは個室が設定された。詳細は、各編成の概要を参照。客席部分を最大限使用するため、電動機などの機器を搭載することができず不随者となった。また、空調設備は1階機器室に搭載された室内機と屋根状の室外機を分離したセパレート方式とし、客室内には、 空調用のラインフローが設けられ、グリーン席には、スポット空調を採用している。二階建て車両は、平屋車両との段差が大きくなるために、空気抵抗が増加することや車体重心が高くなる、ことから、車高はできるだけ低い方が望ましい。しかし、二階建て車両投入による、イメージアップも重要なテーマであることから床面を、レール面上 200mm まで下げ、 屋根高さを平屋車両と比べて 500mm 高い位置の 4490mm まで持ってくるなど、車両限界を有効利用して設計されており、それにより、各階の天井高さを 1945mm とし、十分な高さを確保している。V 編成、グランド光の場合、室内高さは、1階部分が 1982mm。 二階部分が 1986mm となっている。なお、車体重心をできるだけ下げるため、一階部分の車体構造が強化され、厚い後半が張られている。東海道、山陽新幹線区間では、300系以降で車両を軸重を11.4トン以下にすることを目標に設定したことや、定員の相違による互換性の面での支障。 速度向上のために車両の軽量化や走行抵抗の軽減が求められた結果、2階建て車両の心臓はされていない。カフェテリア、食堂車168-9001の食堂車、全計16両編成の中央に連結された2階建て車両のうち8号車にはカフェテリアもしくは食堂といった教職設備が置かれた。東京駅博多駅間の長距離運用向けに、 製造された XV 編成には8号車の1階に厨房売店と通路が見晴らしの良い2階には食堂が設置された。ちなみに現場のコックの要望で厨房内に客室入り口を映し出す TV モニターを設置している。X 編成と V 編成では車両外観は同じだったが内装は全く違った。X 編成は 食堂で入り階段付近に設置された東海道、山陽本線を駆け抜けた代表列車のエッチングによる装飾が大きな特徴である。このエッチングは元国鉄の黒岩康美が製作したものである。この中には 100K もあるが、9000番台では小窓で描かれていた 100K は、0番台では大窓で描かれている。v 編成は、 入り口付近の装飾や壁面に大きな飾り花が設置されたのが特徴である。1階の厨房から料理を2階に運ぶために料理用エレベーターが設置された。地位編成はグリーン席の増加と短距離運用中心のため8号車の2階席をグリーン席に当て1階部分にカフェテリアを設置した。山側に通路が海側にショーケースと簡易厨房が設けられていた。 製造を次によって床模様や柱の本数、デザインが異なっている。食堂車の営業は2000年3月10日で終了したが、その後も食堂車自体は連結されたままだった。カフェテリアの営業は100系による定期、光運用が消滅した2003年8月22日まで続けられた。本系列に属する各形式名とその車種は以下の通り、 基本的に電動車は、奇数形式と、偶数形式でペアを組んで、MM ユニットを構成し、16両編成の場合は6組の、MM ユニットと4両の T 車で、6両および4両編成の、場合はすべて MM ユニットで組成される。番台としては、試作編成でもあった X0A 編成は9000番台、それ以外の XG 編成は0番台を、 V 編成と KP 編成の中間車は3000番台を、KP 編成の先頭車は5000番台を名乗る。形式詳細1 2 1系1 2 3型1 2 5系3 0 0 0番台1 2 5系3 7 0 0番台1 2 6系1 6 8系主要初源1985年から1987年に、落成した1 0 0系発の編成。 先頭車と2階建て車両、各2両の、計4両が、付随車である。2階建て車両は8号車と9号車に組み込まれ、8号車は、食堂車、9号車は、会場が、グリーン車、開花が、グリーン個室である。試作車試作車である9000番台、X a 編成は、量産車とは以下に上げる違いが見られた。 1985年3月27日に公式、試運転を東京駅三島駅間で行った。その後、直ちに営業運転に使用せず、4月には東京駅博多駅間で営業速度での試験を実施した。さらに、9月まで速度向上試験を実施し、前原駅京都駅間で時速230キロメートルを小郡駅から新下関駅間で、 時速 260km を記録した。1985年10月1日から光3号と折り返し光28号の置往復で営業運転を開始した。食堂車の担当は日本食堂。当日は営業運転開始にあたって東京駅で出発式が行われた。ただし一編成しか在籍していなかったため、 検査日は 0K が代走した。なお、当編成は 0K37.38 自社よりも、先に落成している。反対に、100K の最終増備編成である、G46 編成は 300K の量産者、第1号である、J2 編成より後に落成したが、G46 編成の方が先に廃車になった。 1>, 1から3次車1986年落成の量産車である1次車は2階建て車両のない12両編成として搬入され、6月13日から東京から新大阪間の小玉12本に運用された。これは100系がすでに登場した当時、小玉用車両の置き換えとして0系を製造するのも今更どうかということになったためである。車椅子対応設備。 多目的室は、光用編成が11号車なのに対して、小玉用編成ということで0計1 2両編成と、同じ5号車となった。食堂車168-900112両、G 編成は、二次車が組み込まれて16両編成化され、編成番号を X2X5 に変更した。11月からは、光として、営業運転を開始した。同時に、 最高速度が時速 220km に向上された。分割民営化直前の1987年3月に3次車2本が落成され、X 編成の増備は終了した。分割民営化時に JR 西日本に X6 編成及び X7 編成を継承する案もあったが、結果、X17 の全編成が全編成が JR 東海に承継された。 運用推移東京駅博多駅間の光を中心に運用されており、運用によっては1日の走行距離が 2500km 以上にも達し、7編成しかないことから 0KH 編成のように、走行距離を平滑化するのは難しく、検査周期も他の編成に比べて極端に短かった。1998年10月2日の光126号を最後に、 X 編成の食堂車営業と光運用が終了し、以降は東海道区間の小玉のみとなった。早々高距離が車齢に比して多かったことから、0KYK 編成の撤退半月後である1999年10月1日の小玉429号を最後に定期列車の運用から離脱した。KP 編成へは転用されず、 同年8月から2000年11月にかけて全車が廃車となった。G 編成末期のカフェテリア1987年から1992年までに落成した編成で製造当初は JR 東海のみ所有していた。100系とも故障される。車両番号の配分以下の数字は X 編成からの投資番号だった。X 編成と 同じく先頭車と8号車と9号車に組み込まれる2階建て車両、各2両が、付随車である。2階建て車両のうち9号車は、X 編成と同じくグリーン車とグリーン個室であるが、光の利用客が増加傾向にあったことや東京駅から、新大阪駅間で、重点的に運用することを念頭に置き、0系と比べて、個室を除いたグリーン車定員が少ないことから、 8号車については、食堂車の設定をやめ、会場に、グリーン車、会花にカフェテリアを設け、グリーン車の定員を増やした。16両1編成の製造価格は31億円とされて、おり、後継車両である300系と比べると2から3割、小さい。1編成に対して1社が製造を担当したが、技術力の向上とコスト削減を目的として、6両が、 浜松工場で製造された。車両製造のため、浜松工場の従業員22名が、日本車両製造豊川製作所で8ヶ月もしくは10ヶ月の間研修を受けている。なお、該当編成の残り14両は、豊川製作所が担当した。四次車 G 編成としての最初の編成であるが、X 編成から連続して扱われたため四次車となっている。 山陽新幹線博多開業用として増備された例計1 6 1 7時社を機械用として、1988年2月から3月に、かけて3編成48両が落成した。新生児、8号車が食堂車から、カフェテリアグリーン号作り車に変更された以外は、X 編成と同様であった。 1989年に1月から2月にかけて、5次社以降と個室配置を統一するための工事を実施した。それに伴い、車両番号の変更が行われた。5次社山陽新幹線博多開業用として、増備された0系1 6から20次社置き換え用として、1988年12月から1989年3月に、 かけて12編成192両が落成した。落成時から個室配置が1人用3室、2人用3室、3人用、4人用、各1室となっている。6.7次社0系16から20次社、置き換え用として6次社として1989年4月から9月にかけて5編成80両が、 7次社として1989年7月から1990年3月にかけて11編成176両が落成した。普通車座席に足掛けとバケット形状の座席が採用され、カフェテリア通路部分のボールの本数が5本から4本に減らされている。また、東海道区間の AT 機電化への準備として、パンタカバー設置と、 特効圧引き通し準備工事が施された。8次車0計1 6から20字車を機械用として、1990年4月から1991年2月に、かけて10編成160両が落成した。視認性を向上させるため、電光掲示板の文字の拡大と行き先表示器への、蛍光灯、内蔵、2.32二用個室のデザイン変更が行われた。 このため、電光掲示板の時計と距離表示は省略された。電光掲示板の改良は既存編成には行われていない。9.10自社、光運用の増加に対応するため、旧自社として1991年1月から3月にかけて4編成64両が、10時社として1991年5月から1992年2月に、 かけて5編成80両が落成した。1992年2月26日落成の G46 編成が 100K の最終増備編成である、落成時から特効圧引き投資の実施と終電装置の削減、終電装置3との改良が行われた。既存編成には、追行時の形で対応がなされた。運用推移1 9 8 8年3月13日改正で、 東京駅新大阪駅間3往復の光で運転を開始。当初は東京駅から新大阪駅間の光のみ使われていたが、増備が進むにつれて運転区間が拡大した。1989年3月11日改正で広島駅まで1993年3月18日改正で博多駅運転区間を拡大した。それでも、 東京駅博多駅間の光は X 編成や V 編成などを使用していたことから G 編成が使用されることは少なかったが X 編成が小玉へ転用された後は本数が増えた一方では 300K の増備とトレ系の廃車が進んだために1995年頃から小玉にも充当されるようになっていた2003年9月16日の 光309号を最後に、東海道新幹線での運用から離脱、2004年3月1日の G50 編成の廃車を最後に、JR 東海所属の G 編成は消滅した。山陽新幹線においては、2003年9月15日の光556号を最後に16両編成の営業運転を終了する予定であったが、二千四年一月十二日に、 代替編成として使用され、小玉651号が最後の営業列車であった。2004年3月30日に G7 編成が廃車となったことで G 編成は消滅した。これによって16両編成の100系も消滅した。JR 西日本への譲渡 JR 西日本に譲渡された G1 編成1996年に G1G3G6 の4本。 1997年に G4G5G7 の3本、7編成の計112両が JR 西日本へ譲渡された。当時 JR 西日本保有のの16両編成のほとんどは0系で走行距離生産のために東京直通、光にも JR 西日本保有の0系を当てる状況であった。しかし、 それでは 0K の運転曲線を基準にしたダイヤを組まなくてはならないため、これを問題視した JR 東海が JR 西日本に譲渡したものである。また、JR 西日本も阪神、淡路大震災で、山陽区間に閉じ込めとなった G 編成の検査経験があることから譲渡が実現した。JR 西日本に譲渡された G1、G7 編成は、 0K の NH 編成の運用をそのまま置き換えたため運輸上の区別では N 編成と称されていた。上渡後は東海道直通だけでなく車両の東海道新幹線内への送り込みと博多総合車両所への返しを兼ねて山陽区間のみの光にも使用された。その G 編成のうち1999年11月9日付で G6 編成の給料 2000年2月7日付で G2 編成の3両、同年3月27日付で G6 編成の1両が廃車となり、残った車両で新 G2 編成を蘇生した。なお、この時蘇生から外れた G6 編成の3両は、保留車となり、KP 編成蘇生時に使用された。なおこの後も、JR 西日本は3 0 0系、7 0 0系で、 JR 東海から16両編成の譲渡を受けている。2000年以降、JR 西日本が所有することとなった、小玉用の KP 編成を製作する際に必要な、先頭車と車椅子スペース設置車が不足するため、JR 東海所有の G 編成のうち、G9 G、G10、G15、G19、G30、G43 編成が8両に減車されて、 浜松工場から博多総合車両所まで自力改装された。改装された車両のうち、両先頭車と車椅子スペース設置車が JR 西日本に譲渡され、譲渡されなかった車両は博多総合車両所で廃車、解体された。JR 西日本が1989年から1991年にかけて製造した。 投入当初より各所で 100NK と呼称され、グランド光の愛称を持つ。JR 西日本が新設計した車両のため、鉄道事業法に基づき新たに運輸省に、車両を確認申請書を提出している。このため書類上、国鉄、JR 東海 100K とは別形式である。山陽新幹線のシェア拡大を図るために、 到達時分短縮とアコモデーションの改善を中心に設計、投入されており、XG 編成とは異なる点が多い。また当初は国鉄、JR 東海100系と戦闘形状を変える案もあったが、結果的に同様の戦闘形状に落ち着いている。V 編成による将来の時速 270km 運転を見据え、 時速 270km が可能な走行性能が与えられた。具体的には、また、山陽新幹線区間時速 230km 走行を行うため、ATC の220信号を230に読み替えるトランスポンダ車上紙を搭載する。通常の ATC 信号は、ATC 受電器が受信するが、220信号の時のみ、 トランスポンダ地上士が時速 230km 走行を許可するか否かの信号に変換してトランスポンダ車上士に送信する。将来、さらなる新型車が登場した際に単編成化して運用することを見据え、先頭車を制御電動車とした。それに伴い付随車は2階建て車両4両に当てた。7.91号車の3両のうち会場は XG 編成と共通のグリーン席とした。一般客の通り抜けをなくして静かな環境を提供し、座席ごとに液晶モニターが設置され、山陽区間ではビデオソフトの視聴ができた。開花は普通車指定席でありながら、横4列配置のゆったりとしたサイズの座席が配置されており、この配置はその後の山陽新幹線向け車両でも踏襲されることとなる。 7号車にはビデオスクリーンが9、10号車には28インチのモニタディスプレイが設置されビデオの視聴ができた。東京駅博多駅間の長距離を運転することが基本であったため8号車は食堂車とされたが内装は大きく変更され開花の売店は面積が2倍に拡大された。非常連結機のもとに空気取り入れ口が設けられた。 これは、先頭車が電動車となったため、主電動機を冷却するものである。中間電動車は、床下から冷却風を取り入れていたが、制御車では、排晶器があり、走行風を取り込みにくいため、この部分から取り入れることになった。出入り口付近に設置してある行き先表示器を、字幕式から三色 LED 式に変更し、上部に列車名と行き先を表示しながら、 下部での停車駅のスクロール表示などを可能にした。これは JR 西日本で申請投入された300系以外の全新幹線車両に採用されている。一時車1989年2月から3月にかけてに編成32両が落成した。V1 編成が時速 270km 走行対応編成、V2 編成は 時速 270km 走行準備工事、編成である。2.3次車2次車として1989年6月に、1編成16両が、3次車として1989年12月に、1編成16両が落成した。4.5次車1990年7月から12月に、かけて2編成32両が、 ご自社として1991年2月に1編成16両が落成した。グリーン席に新たに5インチの液晶テレビが搭載される。既存編成にも追行時の形で行われている。また、大便器の構成が和式便所2カ所から洋式便所1カ所和式便所1カ所に改められ、洗面所の内装が変更されている。 六次車六次車として1991年7月から12月にかけてに編成32両が落成した。東海道新幹線の AT 機電化完了後に落成したため、落成時から終電装置の削減が行われている。運用の推移、グランド光食堂車、全計1989年3月11日改正から、光で運用を開始した。 主に朝に山陽新幹線エリアを出発し、午後に東京駅に到着する列車、夕方に東京駅を出発し、山陽新幹線エリアに到着する列車に運用した。最盛期には1日16本を運転していた。その後1993年3月18日ダイヤ改正で3 0 0系のぞみが毎時1本運転するようになると、 需要の減少に伴い1 0 0 n の博多乗り入れを順次削減、主に東京広島間運転に短縮した。その後2000年3月10日をもって、食堂車の営業は休止、山陽新幹線博多開業前年の1974年から始まった新幹線食堂車の歴史は終了した。その後、7 0 0系7 0 0 0番台の増備により順次置き換えられ、 2002年5月18日で定期列車の運用を終了。同年11月23日の光563号の運転をもって営業運転から離脱した。そして11月25日に V に編成が編成名削除となり V 編成が消滅した。運用は東京駅博多駅間の光を中心に使われ東海道新幹線内運行の 小玉には最後まで使われなかった。経年が20年と老朽化が進行していた小玉用霊 KR 編成の大半と旧編成を置き換えるため長距離運用から離脱した V 編成に2000年から2005年にかけて単編成化、車両延命工事を実施したものである。前者が JR 西日本に所属し6両編成は軽編成、4両編成は P 編成と呼称される。P 編成は2000年から2001年と2003年から2005年に、K 編成は2002年から2003年に、蘇生されている。P 編成は2000年10月4日から、K 編成は2002年2月12日から、営業運転に充当されている。全車普通車で構成されている。前述の通り、 P 編成は2011年3月12日のダイヤ改正で運用離脱した。同年6月8日付の P7 編成の廃車をもって P 編成は消滅した。単編成化改造 V 編成の内付随車の2階建て車両を外し、平屋の電動車108両すべてを対象に行った。16両編成では15車に車掌室が設置されていたが、 単編成化によって、グリーン車と2階建て車両が編成から排除された結果、新たに車掌室を設置する必要が生じた。そのため、P 編成は両先頭車上無印室出,出入り台に案内用設備を取り付け、K 編成は4号車に車掌室を設置した。単編成化において、V 編成の車両だけでは、 先頭車と車椅子対応設備設置者が不足するため、G 編成車体を接合した改造車両が、K52、K55、K57、K60P3、P5、P7、P12 編成の、K13 本26両に組み込まれる。この改造車両は、車両番号の下2桁が50番台で、区別されている。なおこの先頭車改造に用いた、 G 編成はすでに JR 西日本に移籍していた7編成のほか、JR 東海で廃車となった6編成を譲り受けている。V 編成では、東京方戦闘車のパンタグラフは撤去されていたが、KP 編成蘇生時に再設置され、2.6号車2.4号車に搭載し、高圧引き通し線も設置されている。また戦闘車が電動車であることから、 元 G 編成戦闘車に対しても V 編成同様に非常連結機の元に主電動機冷却用の空気取り入れ口が設けられている。V 編成の戦闘車には時速 230km 走行用トランスポンダ車上押しを搭載していたが G 編成を元車とする戦闘車には設置がなかったため車両性能を合わせるために単編成加改造時に トランスポンダ車上紙を撤去している。これにより、最高速度は、時速 220km となっていた。単編成化改造において新たに発生した、バンダイ区分は以下に記す。形式詳細 121K5000 番台、121K5050 番台、122K5000 番台、122K5050 番台、126K3200 番台,12番台,12番台最終的に、 V 編成の電動車108両のうち102両が KP 編成に改造された。残りの6両は G 編成から改造したため、改造から漏れた以下の6両は2004年度末までに廃車、解体された。125から3 1万2003年5月21日、廃車125から3 8 3万2003年11月9日。 廃車125から3804万2003年11月9日、廃車125から3802万2004年6月7日、廃車125から3 1 0万2004年10月29日、廃車125から3 4万2 0 5年3月22日廃車座席の種類 p 1 p 3編成は当初、V 編成普通車の2列プラス3列のものを、 流用していたが、K 編成と P4P12 編成は、登場当初から2列プラス2列の座席を使用していた。これには、0K、ウエスト光普通席仕様の座席、100KGV 編成のグリーン席、100KV 編成2階建て車両1階席の4種類を再利用している。元グリーン席には、フットレストなどの付帯設備を取り外して、 普通席と同じシートピッチにする方法で、光レールスターの指定席並みの座席にグレードアップした普通車として改造された。ウエスト光からの流用車の一部は、肘掛け内蔵テーブルが損置されている。一方、グリーン車から流用した座席では、背面テーブルのある座席は、肘掛け内蔵テーブルが撤去されているが、背面テーブルのない座席では、 肘掛け内蔵テーブルが存置されている。後に全編成が前述の2列プラス2列シートに交換された。なお、座席の変更に伴う車両番号の改版はされていない。元ウエスト光普通車と元 V 編成 DD1 階遺跡はシート自体の形が酷似しているが、シートの足の部分で区別ができる。ただし、 3号車の車椅子対応の一人掛け座席は、軽編成と P7P12 編成には、元 V 編成、それ以外の編成は、元ウエスト光用のものに車椅子固定用金具が装着されたものが設置されている。モケットの色は、奇数車両が赤系、偶数車両が青系に統一されている。奇数号車玉数号車客室扉は、 種車が2列プラス3列の座席配置であったため、座席の配置とずれているが、車椅子対応設備が設置されている3号車、新大阪型と車掌室を挿入した、軽編成4号車博多型の扉は、車両の中心にあるため、座席とのずれはない。車両音色など登場当初の K51K53P1P6 編成は、従来の白地に青火を配したものであった。 2002年8月に出場した K54 編成からは、小玉のアコモデーション改善を認知しやすいように塗装が変更された。新緑や若草など新たな誕生の息吹をイメージして、ライトグレーを基調に、窓部分にフレッシュグリーンとダークグレーの帯を配した。スカートも濃いグレーに、車内のカラースキームもシルバー系に変更した。この塗装変更に伴い、 車両側面に配されていた大型の JR マークが撤去され、車両番号横の小さい JR マークに変更された。従来塗装車も全検時に塗り替えられた。2009年4月以降、デッキにある車両案内板が新型に交換されている。従来のものは0系 r w r 編成と共通であったが、案内板上部に1 0 0系6両編成もしくは、 100K4 両編成と書かれた、500KV 編成と同等のものに変更された。2010年7月2日、K 編成のうち3編成を9都職に戻すことを発表した。6月から塗り替え作業が行われ、7月15日に、K53 編成が、8月には、K54 編成が、9月には、K55 編成が、9都職に変更され、 営業運転についている。なお、都職変更一本目である、K53 編成は、新都職であった K54 編成と並べられて、7月12日に、博多総合車両所で公開された。訓練車、P2 編成 P 編成は、信号システムの都合上新大阪駅に入線できないため、博多駅岡山駅間の限定運用とされていた。姫路駅及び、 愛イ駅には P 編成が停車していた名残として4両編成用の停止標識が現在も残っている。訓練車 P2 編成はかつての訓練車であった 0K 元 Q3 編成に変わり2009年2月8日未明に新下関乗務員訓練センターに訓練車として自力改装された。翌日の2月9日付で廃車扱いとなり以降は 車席のない訓練用機械として乗務員の訓練に強要されていたが、2013年4月に訓練内容が車両の運転からシミュレーションに切り替わるため、同年3月末をもって訓練者としての役目を終えた。K57 編成 P11 編成、おし列車としては1986年5月以降は 100K が使われた。100K に、 特別な装飾がされないのは、運行責任者である国鉄や JR 及び警備側が無線連絡を取ることで、通常の列車とおし列車の区別がつくようになったためである。新型車両として3 0 0系や5 0 0系、7 0 0系が主流となっても、しばらくの間は1 0 0系が使われていた。これは、1 0 0系にある個室や2階建てグリーン車の方が、 警備上都合が良いためである。各年4月1日現在 V 編成完成前の1988年10月、JR 西日本が JR 東海配置の X7 編成を着用し、トランスポンダ車上紙を仮設し確認試験を行った。この際に、先頭車の主電動機が十分に冷却できないことが発覚したため、空気、取り込み口として、パンチング穴を開けている。 なおグランドヒカリ登場時のポスターはパンチング穴を開ける前の 100NK を使用している。1990年から高速試験が実施される。ライバルである航空機に対抗するため新大阪駅博多駅間を2時間30分前後で結ぶことを念頭に目標速度は時速 275km に設定された。ートライ275とマーキングされ、 騒音源となるパンタグラフを6個から3個に減らした V 編成は同年2月10日に時速 277.2km を達成した。しかし試験走行の結果時速 255km 付近から騒音が急激に増加し時速 275km では騒音値が環境基準をクリアできなかった。また、 ATC に速度弾を追加するほどの時間短縮効果が得られないことから最高速度は時速 230km のまま営業運転が続けられた。100K は 300K から採用されているボルスタレス台車の試験車としても活躍した。試作台車として製作された DT-9023A, B, C, D, E, F の6種類が試験で使用された。 A, B は0形用ボルスタレス試作台車の DT-9022 の改良版で1985年に製作された。同年に925型に搭載されて時速 270km 試験。翌1986年に X 編成での時速 210km 走行試験が実施され、100用の DT-200 によりも乗り心地の改善と大圧の減少が確認された。 C、D が乗り心地の改良版で臨時駆動装置、軸箱指示装置を A、B から流用している。1987年に製作され、翌1988年から 100K に搭載されて営業運転で使用30万キロメートルの走行を行った。E、F は1989年に製作された 300K 仕様のプロトタイプであった。 時速 220km での走行試験を実施後 C、D と同じく営業運転での30万 km の走行を行った。1991年には V 編成を使用して時速 275km での走行試験を行った。軸箱指示方式は主に JR 東海が円水積層ゴム式と円筒積層ゴムコイルバネ併用式を JR 西日本が V 編成を使用して軸張り式を試験走行を実施した。円錐積層ゴムコイルバネ併用式が 300K、700K、N700K に、軸張り式が 500K、700K、N700K に採用された。1986年12月15日、博多発東京行き、光12号で発生した。岡山行き発車後、 ブレーキ装置の故障により緩まなくなったためあよいで、運転を打ち切り、大阪第一運転所に改装した。この際に、翌日の運用に、同編成を充当するため、故障した2両を編成から外し、東京に改装、翌16日に14両編成で、営業運転を行った。1991年9月30日、東京発新大阪行き最終列車となる、 光291号に発生した。東京駅を発車して300メートル地点で、運転台に車輪固着を知らせる警報が作動。15号車新大阪方の台車のうち、東京方の車軸が固着していた。21時に東京を発車して、21時25分に浜松町駅付近を通過するまでに、計八回もの警報が鳴ったにもかかわらず警報の、 リセットを繰り返し、車輪が固着したまま、三島駅まで走行した。浜松町駅で8回目の警報が作動した後、運転士は CTC センターの指令員に停止する旨を伝えると、指令員は運転継続を指示した。運転士は、新横浜駅に駅員と、近くの上り新幹線の運転士に、床下から火花が出ているかどうか確かめてほしいと連絡を入れた。 そして、固着が起きている15号車の床下から火花が出ていることが確認された。それを受けて、運転士は指令員に列車の停止を伝えると、指令員からは運転継続が指示された。光291号が新大阪行きの最終列車であったことや、三島駅なら、隣接する三島車両所から予備の編成を用意し、 故障した編成を引き込んで点検もできるためである。さらに、帝国から20分遅れであったため、上限速度ギリギリでの運行も指示された。そのため、東京駅基準で 41km 地点と 78km 地点の計2度 ATC ブレーキがかかっている。その時も、指令員は運転継続の連絡を入れていた。駅に到着後、車両を交換して、 全体を検査したところ、前述の15号車の新大阪方から2番目の車輪が長さ3 0トル深さ3トルにわたって削られ、2つの車輪を合わせて約6ラムもの金属が消滅していた。また、車輪が削られたことでフランジ部分が下がり、ATC 信号を流すレールボンドが損傷した。その後の調査で、このトラブルの原因は、 車軸の駆動用モーター脇に設置されている駆動装置が油が漏れたことによって破損したために車輪が固着したものであることが分かった。該当列車に重当された編成は1991年7月2日実施の台車検査時に油を交換したが2日後には油が完全に抜けてしまっていた。故障前日の仕業検査時にも 3L の油漏れが見つかったため 不足分を補給するために給油栓を開けると油が霧状になって噴出した。歯車箱内が異常な高温状態になっていたためと考えられる。通常の補給量は 0.5L 程度である。従来の点検マニュアルでは車輪固着の警報が作動した時にはブレーキの固着と車軸の加熱による軸焼けの点検が定められているが、 車軸の固着の点検については記載がなかった。この事故後、JR 東海は点検マニュアルに列車を車点に回転分だけゆっくりと動かして車輪の回転状態を確認するという項目を追加した。なお、1992年6月15日に1 0 0系 v 3編成11号車の博多方の車軸付近から大量の油漏れが発見された。 軸受けに使用していたベアリングが異常摩耗を起こして脱落していたことが原因であったが、前述の1991年9月30日に車輪固着を起こした車両のベアリングと同種類のものを使用していたため、その事故原因もベアリング破損による油漏れである。2007年9月に、計5 4編成の鉄製骨組みやステンレス製屋根から、 2009年6月にも K53 編成2号車の鉄製骨組みからひびが発見されるなど老朽化によるものとみられるトラブルが発生した。山陽新幹線で運転される小玉と博多南線特急に重当されていた。具体的には JTB パブリッシング発行の時刻表では1 0 0交通新聞社発行の場合は6両編成グリーン車なし、 j r 1行の無料時刻表の場合は、6両編成の列車のうち、全席禁煙でない列車に充当されていた。以上の列車が、2012年3月14日まで、100系で運用された列車であり、100系の最後の定期運用であった。1985年10月1日から、東京駅博多駅間の、光一往復で営業運転を開始した。 X 編成の量産車は1986年夏から小玉で順次営業を開始し、同年11月のダイヤ改正から食堂車を組み込んだフル編成となり、順次運用列車が増やされた。国鉄分割民営化後の1988年3月13日からは、食堂車に代わってカフェテリアを組み込んだ G 編成が、 東京から新大阪駅間の光3往復で運用を開始した。1989年3月11日からは、食堂車を含む2階建て車両を4両組み込んだ V 編成が東京博多間の光4往復で運用を開始した。また、G 編成が新大阪駅でも運用されるようになった。100K を 光運用に投入したことで、0KHNHN 編成を淘汰した。1992年3月14日、改正までに16両編成66本が揃った。その後 300K が、光運用でも使用されるようになってからは、小玉運用にシフトされ、東海道区間に残る 0K を淘汰した。2000年10月1日改正では、 JR 東海所有の G 編成が定期、光から撤退し、臨時、光と小玉で運用されるようになる。また、山陽区間で小玉として運転される P 編成が登場した。P 編成の当初の運用区間は、姫路駅博多間であった。2003年8月22日の光179号で定期、光運用から撤退した。 同年9月16日の光309号をもって1 0 0系は東海道新幹線から完全に撤退した。ただし、新大阪駅取り替基地間の回送列車は2010年3月12日まで走行していた。2003年度中に JR 東海所有分の1 0 0系はべて廃車になった。2003年10月1日改正以降、1 0 0の定期運用は 山陽区間における小玉のみとなった。K 編成は新大阪博多間で運用されるが、P 編成の運用区間が岡山駅博多間に縮小された。例形引退に伴う2008年12月1日のダイヤ修正以後、500KV 編成の投入や、小玉自体の減少によって一部編成に廃車が出て、いたが、2011年3月12日改正で、 運用区間を岡山博多間に縮小し、P 編成は運用を離脱した。なお、鳥会基地での夜間大白運用は2010年3月13日改正で消滅している。2011年12月1日にはさらに運用が縮小され、朝晩を中心に5本のみで運用された。2012年3月14日をもって定期運用から離脱し、 同月16日のさよなら運転、光445号をもって、営業運転から撤退した。望み型車両と呼ばれる3 0 0系のほか、5 0 0系7 0 0系が登場した1990年代には、新幹線の高速化が進み、走行性能的に0系と大差ないレベルの1 0 0系は、高速ダイヤに対応することができなくなった。また、 山陽新幹線区間単独での運用の場合、16両編成では、1編成あたりの輸送量が過剰なため、V 編成を中心に単編成化が進められた。そのため、車両自体の寿命を迎える前に大量淘汰を受ける、こととなった。以下、2003年5月以降の G 編成は、運用離脱状況を記す。5月1日時点で15本が在籍しており、 1> 光1往復、小玉11往復に充当されていたが、3 0 0に置き換わる形で徐々に運用が減少していった。2003年8月31日に、東海道新幹線での定期運用を終了した1 0 0が、同年9月13日15日16日の3日間、以下の臨時、光として、東海道新幹線区間で運転された。当該列車には、 さよなら運転初日の2003年9月13日時点で在籍していた G42、G44、G46、G47、G49、G50 編成の中から G46、G47、G49、G50 編成が準備され、G47 編成以外の4本が使用された。このうち16日の最終列車に使用された。 G49 編成は、先頭車と中間車の一部に、さよなら100系の特別装飾が施された。また、G47 編成は、G49 編成の予備として、先頭車のみに特別装飾が施され、東京第二車両所にて待機していた。東海道新幹線区間では2003年9月を、もって、運用終了した100系だが、 山陽新幹線区間では、単編成化された、軽編成、P 編成による、小玉運用が続けられた。なお、いずれも2階建て車両は連結されずに運用された。しかし、前述の走行性能差の問題があることや、軽年劣化が進行していることに加え、望みの N700 経過に伴い、余剰となった 500K の8両化改造。 小玉転用が2008年12月から行われ、さらに2011年3月12日の採用、九州新幹線直通列車、水穂、桜への専用車両となる N700 系7000番台、8000番台投入により、余剰となった700系7000番台を小玉で運用したことにより、運用は縮小した。 T 編成については2011年3月12日改正で運用離脱したが残る 100KK 系系編成も2010年12月17日のプレスリリースで2011年度中に全廃する予定であることが発表された2010年7月2日に6両編成3本を落成当時の白3号と青20号の車体塗装に復元することが JR 西日本から発表された。2011年12月16日、この発表日の次のダイヤ改正日である2012年3月17日において、3 0 0系ともに運用終了となることが発表された。2012年3月14日の小玉766号をもって定期運用を終了し、3月16日に最終列車として、 臨時列車の光445号が運行され、1 0 0系の運用がすべて終了した。定期運転終了後の2012年3月16日に、さよなら運転が実施された。車内放送用メロディーが2003年9月まで使用されていたものに戻され、岡山広島間で記念乗車券の配布が行われた。また、岡山では、 同日に行われた300系さよなら運転、のぞみ609号と並ぶ演出がなされた。このさよなら運転では、万が一運行不能になった際に備え、計5 4編成が岡山支所に待機していた。2013年4月1日時点では、計5 4編成6号車の122-5003のみが、車席を有していて、 博多総合車両所で保存されていたが、京都鉄道博物館に展示のため、2015年に車席が抹消され、廃系列となった。1 0 0系1 2 3から1京都鉄道博物館に保存された122の5003号車、最終的に本系列として実現する0系後継車の構想は1981年頃にはすでに存在し、 今後の国鉄車両の方向性を示すものの一つとして各種メディアや鉄道ファンなどの鉄道雑誌に取り上げられた。当時公表された構想図のうち戦闘部形状や図書区については大まかな概念図が主であったがアコモデーションのそれは2階建て食堂車のレイアウトやグリーン個室などこの時点で後年の実写にかなり近いものであった。また、 実現しなかったものでは2階部分をフリースペースのラウンジとした案もあった。これらの案に基づいて浜松工場では2階建て車両のモックアップが制作された。また、V 編成、グランド光以外の編成による光の通称としてスーパー光が使われることがあった。この故障は 前述の構想とは別の300系列車及びその源流の超高速、運転構想における仮称が転用されたものである。本形式の個室は1から4人室の4種類用意されたが、これは設計時に2階建ての1階部分の利用方法が見出せず、給与の策として制作したとのエピソードが残されている。作家の影山民夫が夫人と二人用個室を利用した。 いその使い勝手の悪さを当時、週刊朝日で連載していたコラム内で書いたところ、後日、影山の事務所に、JR 東海の社員が訪れ、前述の実情を話したことを影山が明かしている。本形式は、鉄道ファンが、新幹線に興味を向けるきっかけになったという意見も、ある。それまで新幹線車両は、0K が20年以上。 継続生産されており、基本的な形態の変化がなかったこと。200K もメカニズムは新規ながら外見はほぼ 0K と同じであったため、新幹線電車は鉄道趣味の対象にならないという認識であったが、本形式の接客設備やスタイルが一般に注目されるものであったことから、徐々にカメラを向けるファンが増えたという。ありがとうございます。